きゃーちょーだーすーナスベガスの皆さん、楽しみにしてください意あ、終わったんだよえー、高枝真嗣ですええー、府中町のね、あの観光大使っていうのを詰めさせてもらっております <laughs> ナスベガスでも耕しますすっ <laughs> 試合でしたね先日の試合はねよかったねよかったけどもう少し打撃戦してほしかったけどなあまりにも強すぎたないや打撃になんないっすよあまりにも井上チャンピオンが強すぎたなそうですねもうもう破格だなやっぱりなまあ僕のラウンドと当たりましたもんねボディース倒すっていううんそこまで当たったボディまで当たったんだあすごいじゃんまあちょっと試合見てね後出し案件で言うわけじゃないですけどやっぱり はボディでやられちゃうよみんないろいろ込んとやったらなあそうだな上にばっかりやっぱ意識がいっちゃうからさ左っぽいっぽいったら全部当たっちゃうから下にボディに意識させてもこの右アッパーの上に近でまたガード上げてそこでいいやっていう上にだが意識させるもうまい計算しながらな桁違いなパンチなんでしょうねあれマジすごいなこれはまあ早く4団体制覇してほしいな見る楽しみもあるけど俺また二十歳の頃に戻りたくなりますね やりたいのやりたくないやりたくないやそれは現金でやりたいないや井上君とじゃなくてもう一回なんか青春したいなと思いまねマジかうん一番輝いてるもんな楽しいなと思いなやっぱりボクシングやってる時一番楽しかったね俺武田さん最初チラウンドでちょっと長引きそうとおっしゃいましたけどどういうところでまあね先々僕が言ってたようにあの一か八かでもっとガガってくるかなって思ったんですけど。 あのー、村田君のとか言ってみましたけど左のねフックが当たったんですよ、あのかすったんですよね、あれでやっぱり腰腰砕けちゃいましたね、それでもう逃げに徹すると思った、ね、そう逃げに手すると思ったんですよ、あうん、まあでも逃げに徹しても、井上チャンピオン追い,追いかけんの、まいよ、うん、だから3ラウンドでね、今回、片付けたんでしょうけど、あ,あんだけ動いたら、なかなか井上チャンピオンもつかめられないかなと思ったんですけど、いや、世界の1位がな、こんな3ラウンドで倒されるんだからな、あれ、強いな、WBSS は早く制覇してほしいな。 したじゃなないいいですすか全団体してじゃそれは違まああと WBC と今 IBF と A を持ってますから WBO と WBCA と c それをカシメロ対ドニアがやって統一戦どっち勝った方がいいの どっちかっていったらもうカシメロがドネアにインドを渡して、うんね、カシメロは前から井上くんのことを挑発をしてますから、うん、でこの2人でやらせて、うん、井上が勝つというのが一番の理想じゃないですかね,そうで,すねでも俺カシメロの打たれ強さ具合がわかんないんでドネアって結構打たれ強いじゃないですかでもまあ私はカシメロと、まあ、井上チャンピオンがやれば絶対もあっさり勝つと思ってるから。 ドネアの方が見たいんだよだドネアとカシメロがどっち勝つかって思えばやはりドネアが絶対勝つなんてイメージがあるわけまあまあ勝つ確率は高いと思いますね僕も,も同じフィリピン人対決って言ってありますよ、ねうん、そうだよなフィリピン人強いな今な、うん、それにね今日今日っていうかまあ圧勝した井上君はすごいですねすごいな1位1位を圧勝ああもうパッキオからも注目されてんだろうなやっぱりなお日本の上大したもんだなっていう。 ラスベガスですよ日本人対フィリピン人がメインを張ってんですよ本当に昔考えられないよねまあイノエーチャンピオンもそうだけども来週は中谷選手とロマチェンコがやりますけどああいうワウワウに出る選手と日本人がワウワウでこう戦うっていうのを想像できなかったですけどね今からバーバルの時代なんかクーパーチャンピオンしか出ないようなねそうそうラスベガスで メイン張るような選手しかわって出ないもんかなと思ったけどそれがもう井上君とかね実現してんだからねこれもね日本のリングじゃなくてねラスベガスのリングでこれの方がね感慨深いっていうか日本人が進化進化してるよそれもどっちかというとアメリカって重量級が注目されるのにバンタム級の井上君が軽量級がメイン張ってるんですからすごいすごい日本の技術が上がってきたら根性と技術が光って日本人ってもともと根性あるじゃないですか いや芸術も引ててだからもう,イエもう昔はもう日本人はどっちかというとファイターが多くて今はもうね技巧派が増えたんでん世界に通じるようになったんでしょうけど今、ね、回のマロニー戦と比べるといかがですかこれもまあな,な、長引いたから強いとか弱いとかじゃないんですけど、まあ、僕から言ったらサウスポーだから気のとこだったなって感じですよね逆に俺マロニーの時は、まあ、正直マロニーがあのまあ調子良かったかなんですけど井上君は調子悪かったと思ってるから。 実際にやったら、もう、もっと早く倒してると思いますよ。あ<ー>まあ、そうね。はい。はい。うん、そういうのがやっぱりね、不安になって、手が出なくなったり。はい、うん、まあ、それはあるよな。あと、期間もあったからな。そうですね。うん、あの、一年近くやってなかった。だからた、試しながら、こうやってやってたもんね、はい。で、今回は、あの、丸尾二千から何回、なん四か月ぐらいですか。五ヶ月。

いやまあそ,れそれぐらい日本にも珍しいな世界的な選手が出てきたということで、うん、なあボクシングレベルが上がってんな世界が注目するコーカードが日本人に続くってことですよねえすごいよね、うん、だからねこれからボクシング始める子たちに夢を持たすことがでなるんだ、ね、そう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 <当>いやこれボクシングやりたいっていう人などんどん増えるだろうな増え<う>、うん、ますかね教育か,らもてかんないけど フィールかどうかわかんないですけど、ぜひうちのジムに来てください。<laughs> えー、今日のまあボディっていうのを見て、前回右ストレートです。ね、はい、井上直也選手に挑戦するジムのトレーナーの立場に皆さんなったとしたらどういうトレーニングですか？挑戦者の立場のジムの、はいはい、攻略法ですよね。攻略法。まあこれ難しいですよね。もうね、多分ボクシングやったら負けると思うんで。 もうフ本当、ね、もうほんとガードあげてもうひたすら距離詰めていや、だから一か八かっつうかね、その要するに、下手にさ、ね、長引かせようとして、足使ってなんかさ、無意味だからさ、やるならもう力あるしに、やるかやられるかの勝負ですしね、作戦立てて、本人のスタイル殺しやる、やっても本人かわいそうですね、やっぱりその選手が持ってるスタイルでやらすしかないもんね、結局。どっちだよ アウトボクサーがさいきなりファイ,ファイターなれ井上戦だけに関してファイターなれっていうのも酷じゃんけど自分のボクシングしたら絶対勝てないよ勝てないかねんけど自分のボクシングプラスイコールプラス何かっていう考えるとなんすかね <laughs> いやそれで戦うとしてたから戦うとしたら相手の弱点見るしかないじゃん井上チャンピオンの弱点調べてそこ狙わすしかないからさありますか弱点 <laughs> あるじゃん左フック まあそうドネアが狙った左フックまだ下がってましたあれは下がるからドネアの時はら今回は下がってましたよ多分下がってるでしょ右は下が常に下がってるんで基本的にこんな感じなんでそうだからあれはまあ普通打てないわけよ速くてよけんのも早いし相手も早いし井上チャンピオンが打ってくんのも早いから普通は打てないんだけどドネアはやはり5階級制覇したキャリアで打ち抜いてんだよねだからそこを研究するしかないよ もう左奥、バン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 練習しろっていうしかないだってけ、あらがないんだもん、上チャンンピオンは、うん、まあ自分の選手がそんな選手いないけど、考えただけで疲れてきますな頭割れそうなぐらい疲れますよ、これ、<laughs> 考える方もでもあれですから、ら世界戦2回しか判定やってないですけど、うん、井上尚弥チャンピオンは。うん、ドネアの戦い方を見れば、なんかヒントは隠されてたりするいや、ドネアやっぱりテクニックもあるし、のタウネスさもあるし、キャリアもあるんで。うん まあでも次やれば多分井上君倒すと思いますけどね俺もそう思ううん倒すと思うね学習能力も高いし次やったら倒すと思いますけどドネアも前回2ラウンドにもらってちょっと眼底そうですね初めて目も切ったしねやっぱそういうトラブルがあるわけじゃないですか初めての経験したわけですから怖いなやっぱりこの間のウバみリいなね相当研究してやっぱ来てるからさドネアはあらどれないのは確かだけど まあやるからには井上チャンピオンもキャリア積んできて前よりも絶対に強くなってるはず,はずだからドネアは止まってると思うんだよ。それを超えてくるはずだろうからやれば勝ってたもんよ。ただ見たい。ドネアはどういうい攻略をしてくるか 俺カシメラの方が見たいなあそうドレアの場合はもうあれですもんね結構年もいってるからごまかしごまかしのボクシングしかできないじゃないですかこれからは井上君はまあスタミナ面から体力面からね全てにおいてもういない上がり目があるもんね、うん、そこの違いじゃない違いと思いますよ、はい、だからその何て言うんだろうやったらねあっさり井上がカシメラだったら勝つかもしれないですよ確かにカシメラの穴も多いんでただやっぱり魅力なっはパンチなんですよあの井上君はねあそこまでパンチあるやつやったことないやつなんで今まで。 会社でそんなパンチあったっけ？パンチはありますよ。そういう目では、目ではカシメのあのあの派手なボクシングでね、その万が一の何か一発当たればっていうのはやっぱあるんですよね。だから僕今勝てるかまあ見込みのあるのは俺れカシメの人がいないと思ってるんで。うん、あ、そうなんだ。うん。もう万が一ね、まあ、うん、初日からいったら団体なんて言ったら八人とか九一人の有利ですけど。うん 万が一勝つ可能性があるとしたらカシメロしかないと思って、でも何があるか分からないですからね、本当に、ね、井上君がね、ね本当、たまたまこうフック打った時に、ね、カウンターは逆に合わせられた時にね、カシメロはチャンスがあるってことだね、うう今、だからその、トップに今、上がってきてる選手たち、井上チャンピオンと戦うかもしれないって言われてる中の中では、全員がもしもベストだったらば、一番怖いのはリゴンドだと思うんだけどね。 リゴンドは確かに,や,りに、ね、やっぱあのキャリアとドニアに勝ってるっていうことだよねいやでもそうですけど今日の戦い見たらどうなんですかね、まあ、足使って逃げまくってジャブついてっていう戦いですよねリゴンドとやったらリゴンドは戦い方を変えるから選手にだからリゴンドはもう逃げまくるってことですねじゃあ逃げまくらないよ打ち合うと思うよ井上ちちゃんもちリゴンドですか打ち合うよだって 穴を分かってるわけい打ちうことはしなですよリゴンドってもともと足使って逃げる選手ですよ。打ちうことはないそうだけど、不利だってこと分かるじゃないですか、パンチなんだから。そうかな、ドネアに勝ったときは、打っちゃってるところのシーンもあるからね。そのシーンはたまにはあるかもね。だから、イノエチャンピオンを研究してくるわけだから。で、チャンスがあったら、パパッと手出すわけですね。ドネアはこれがうまいんだよ。イノエチャンピオンはこれを打ってきたときに下がるんだよ。ドネアは一番、あ、ドネアじゃない、リゴンドの一番パンチが当たる確率が高いわけだよ。 まあ、ただ、リゴンドはサウスポーだから引く、引くフック打つんだよ、彼は。前じゃないし、左のフック打つってことですか。左のフック打ってきたサウスポーね。うん、あれがうまいんだ、ね、よ、あれで倒されてるんだよ、みんな。アマチュアスタイルから始まってるから、井上チャンピオンも。リズムが一番合うんだよ、どどね、あリゴンドにしたら。まあ、リゴンドにしろ、ボディーで倒される。まあ負けないとは思うけどね、うん、負けないとは思うんだけど。 カシメロ・ドネアになったっていうのは、井上チャンピオンの統一路線を早める采配なんじゃないかなっていう、うん、まあ、まあ、やっぱりね、アメリカのボクシング事情でやっぱり工業ですから、やっぱり工業的にどれが一番金なのかってことじゃないですか、やっぱりドネアとカシメロとやって、こ,この試合もいい試合になりますし、どね、しかも、ね、同胞対決じゃないですか、同じフィリピンの同士で、でそのあとモンスターとぶつけたほうが、ビジネス的にはもう一番いいですよね。またラスベアスかな 当然でしょうまあね勝村もガンガン来るから試合としては面白い向こうで生中継8月っていうことは次12月ぐらいに四大体統一タイトルマッチみたいなそうなったら日本の可能性も泣き印もあるじゃないですか村田君と一緒にやっちゃうとかねああそうねそうねあるかもしれないですね日本開催かもしれないメインはどっちだやっぱ村田君かゴルフ系村田のメインゴルフ系だ村田だろ君のチャンピオンがセミでねすげえやそらも十10万人来んでるんですよ 10万人以降で、0万人入れないじゃないか、東京ドームに、まあ。アリーナ作って、どのぐらいなんですかね。アリーナー。八万人、8万人。平和の時は8万人入ってたから。まあ、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 十万人弱、まあ、八万人か、まあ、そのぐらいの公務規模ってことですよね。だったら、国立でやった方がいいじゃないですかね。うん、競技場で。あの人はどうするの?。あの人は <laughs> の人言い方も悪いよ。<laughs> はい、うまい。ちゃんと。<laughs> いや、でも、これは。 このファンタム級やっぱり井上チャンピオンがいるから面白いんだよそりゃそうでしょう。<の>彼を中心に回ってんのうそう本当中心に回ってる、まあ、楽しみですねこれからもあのね今日も戸橋さんが冒頭で人がねいなかったらみんな井上チャンピオンの試合見てんじゃねーかっていう話でしたけどこれ国民的養子になる可能性ありますね、うん、本井今この試合はほんとだねそのうちねあれですよ国民栄誉賞もらえる唯一の選手じゃないですか そのうち。四団体統一の時には全然そういう話にはなるんじゃないですかね。全然国民が喜んでるんだからな。でも早く統一して。上に上がるなりしない限り。政党の琢磨選手とかも。チャンスがないですもんね。うん、まあ、それは自分の力で何か考えるか、ね。<laughs> それで家で人生ゲームで負けたら差し上げるとかさ。<laughs> <laughs> まあね。四団体。 取ることに意味があって取ったら多分何個か返上すると思うんでじゃあ拓磨くんがもうすぐ上がると思う磨くがさ今 WBO の1位なんだとかなったらあじゃあ王から返上しますみたいな兄弟でやることなんか絶対ありえないんだからだからそういうふうに気使うしかないじゃないですかね兄弟でやった面白いなったことに意味があるもんねキープすることは意味ないと思うんで取ることに意味があるんですよでもなんかそこまでの道筋が見えましたね見えましたね まあ、いやもともと見えてましたよ <laughs> 今日の試合うんぬんじゃなくてもともとそういう感じでねもうだからもうほはバントはもういいと思うんだよ私の中でねもう取ってんだからもうあれ上のスーパーバントも上がって無敗のチャンピオンたちやっつけろよと、うん、井上チャンピオンにこう挑発してくるチャンピオンが何人かいるからさ、うん、無敗のチャンピオン一回9回ねあ下から上がってくんのなんか全然井上なんかへきへきやろうと言ってんだからやってやれというぐらい。 じゃ、スーパーバンタムも早く制覇してほしいね。そう、ね、もう五回忌まで行ってほしいわけだよ。と、フェザーまで行きますか。いけるいけるいける。あのー、<や>ね、バタバタとは倒せないかもしれないよ。フェザーまで行ったら、体格が大きくなるから。でも判定出たら勝つよ。あの、と、まあ。あのー、圧倒的強さで。い、いますかね。そう,そうそう。フェザーは。フェザーまで行けると。思う あのドネアでもやられたからねフェザーでも一発だからいやいやういまやさはドネアより当時は当時だったら今の言う、まあのめのがあると思うようまあ五階級は行くようん。まあでも本当頑張って、ね、どう行くフェザーまで行く行ってもらいたいですね5階級制覇できるまあスーパーバンタマでも楽勝楽勝とかそんなと思うけどフェザーどうですかねフェザーは行くでしょうこのパンチ力の適正階級がわからないですねんうん。う フェイスあぐらいまでだったら中堂するのかフェイスあぐらいまではいけると思うよそうっすねうんライトまでいけるんじゃないですか、うん、まあ本当ね楽しみな選手ですよね次の戦いまで楽しみに待ちましょうはい、ね、またその時はぶっちゃけちゃになるとじゃあ,あのこれからはあの村田君もいるしてさあ村田君決まりましたね,ねほぼ決まりましょ決まっ,ったこれ。俺前妻じゃないだろとかしきの情報は 私はなん,なんかゴロフキン落ちた落ちたと思ってるんだけどもあのカネのとどっちかったか分かんない試合してんだよ、うん、ってことはゴロフキンまだ相当強いよ俺村田君かなりチャンスあると思う俺もでチャンスあるなで今になって才能がもうどんどん出てきてるからねただ村田君のまああれはあの弱点っていうか欠点はうんまあね<ス> ですね、あじゃあ今度スパリングやりました。<laughs>